Nobis. Chicken Nook. はい、よろしくお願いいたします。皆様、おいでいただきましてありがとうございます。では、午後のセッションということで、みんな大好き、フィンテックの時間がやってまいりました。今日は、素晴らしいパネリストの方に、来ていただいております。で、今日のですね、テーマが、まあ、ガーファムに勝つっていうのは、まあ、もともとあるんですけど、まあ、次なるフィンテックビッグウェーブは何かということで、さっきも打ち合わせしてたときに、フィンテックって実は今からが、すごく大きく、伸びていくところだし、全産業に関わる、ところが、まさに丸山さんがやられているエンベッドファイナンスと言われる、組み込まれた金融って言われてますけど、まさに全産業関係ある、分野ですので、そのあたりを、深掘りしていってですね、来ていただいた皆さんに一つでも、ヒントになるセッションにしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、まずはじめにですね、ちょっとここ数年の、フィンテック業界の流れとか、今のこれからの流れみたいなことをですね、まず増島さん、ちょっと、出張先から、ご登壇いただいてるんですけれども、にお話しいただければと思います。ちなみに、ご存知ない方、フィンテック業界は絶対いないんですけど、他の業界の方だと、増島さんは、本当にマネーフォワードも実は一番初めにご相談させていただいた先生が増島先生でして、ファイナンス業界の一番初めに相談相手と言って、もう9年ぐらいですか、初め全然ビジネスにも、フィンテックがならなかった時から手弁当で、やってくださっている、フィンテック業界の結構恩人でもございます。はい。ということで、持ち上げときましたんで、増島さん、お願いします。では、フィンテックのこの現状というかですね、まず、ここまで何してきたかっていうことで、まず一つ、大事なのが、その分散金融と非分散金融ってあるんですね。で、この二つは、世界線が別になっておりまして、で、今日の議論は、この分散金融ではない、いわゆる伝統的金融ですね、この非分散金融の話だと、こういうふうに多分理解をしていただいた方が、議論が混乱しなくていいかなというふうに思っております。ちょっと増島さん、聞こえにくいので、まとめながら話しますね。突っ込みながら。はい、まず、分散金融と非分散金融がありますと。それを分けて考えますと。はいはい、はい。今日は非分散金融の話です、ということです。はい。ですね。で、非分散金融の方は、まあ、はじめ面を取るということをもちろんインターネットですので、皆さんやられましたということで、面を取るビジネス、まあ、マネーフォワードさんもそうですし、まあ、ウェルスナビさんもきっとそうだというふうに思っています。で、面を取っていきますと、大体面が取れてきてしまうということになるので、次どうしますかってみんなを考えると、当然、後ろに入るという活動に、まあ、なってきますと。まあ、プラットフォーム的な、上プラットフォーム的な後ろからどうするかって話になります。後ろに入るビジネスって大きく2つありまして、その、いわゆる丸山さんのやられている、その、エンベディッドファイナンスという領域で、まあ、他の面を取ってる人の後ろ側をやりますよっていう、こういう形で金融をサービスとして提供する、まあ、バンキングアザーサービスとか、まあ、いろんな言い方をみんなしてますけれど、まあ、そういうものが入ってきますっていうのが一つで。もう一つは、その、いわゆるレグテックと呼ばれている領域で、金融機関さんの後ろ側に入りますよっていうモデルですね。これは EKYC ですとか、そのビジネスプロセスアウトソーシングみたいなモデルですけれど、ポイントは、その金融の後ろ側のものって大体こう規制がかかっているので、その、もうサービスを使うだけで、この、規制が遵守されるっていう、こういう状態のものをこう提供する。コンプライアンスバイデザインなんて呼んでますけれど、まあそういうようなものを展開するというのがもう一つの流れということで、まあ、全体的にはこんなような構造的な理解がいいのかなと思っています。ありがとうございます。皆さん大体聞こえました？大丈夫？繰り返さなくて大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。まあ、非金融型である、で、面を取るところから裏側に行って、裏側に2タイプあるというような大きな流れをご説明いただきました。じゃあ、まさにその面を取るのところで、まあ、なんか今、先ほど、機械室で聞いたら、世界で唯一の、ロボアドの上場企業でいらっしゃる、もう、時価総額も今、1700億超えてる、企業になられてますけど、島山さんから今の流れを受けて、今やられてることとか、次の、そのチャンス、オポチュニティ、どういうふうに見られているのか、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。私たち、ウェルスナビは、働く世代の豊かさをというこうミッションに、日本の働く世代向けにこう自動でお任せの資産運用サービスを提供していて、今ですと、お客様が20万人ぐらいを超えて、預かり方が4500億円ぐらいまで、広がってきています。で、面を取るっていう観点からしますと、
そもそもお客様がまだ20万人ぐらいですから、面を取るという意味では、全くまだ全然できていないと。まだスタート地点にも立てていないぐらいではないかというふうに考えています。その一方で、その成長スピードという観点からしますと、これまで新しくゼロからですね、資産運用サービスを作ると、日本の場合は1000億円ぐらいの預かり資産規模になるまで、最短で10年ぐらいかかるというふうに言われてきたんですけれども、それが私たちの場合には2、3年で、1000億円のラインをして、で、今ですと、4500億円ぐらいまで成長をしてきていますので、でそのスピード感という観点からは、まさにフィンテック、テクノロジーを最大限活用をしているというところが、その成長性を支えているというところになっているのかなというふうに思っています。で、この先、じゃあ面を取っていくの方向に進むのか、あるいはそれだけなのかというと、おそらくそうではないというふうに考えていまして、やはりお客様に対して、提供しているサービスのレベルをもう一段上げていくということが重要だというふうに考えていまして、でそうした観点から、データを蓄積して、分析して、その結果としてお客様に対して、より良いサービスを提供できるということに今注力をしています。でそのために、東大の松尾健ともですね、1年以上にわたって、かなり基礎的な研究を繰り返してきていまして、それが今日のテーマであるそのガーファーを意識したときにですね、どうやったらデータの世界において新しくイノベーションを起こしていけるのかというところにつながっていけるのかなというふうに思っています。もう少し詳しくお話もできるんですが、一旦これ止めて。そうですね、はい。ぜひちょっとお聞きしたいんですけど、データのところは、ウェルスナビさんだといわゆるロボアドで皆さんの資産運用を今やられてるわけですけど、どういう研究とか松尾さんとやられて、言っていただける範囲で結構なんですけど、どんな感じですか？はい。データの活用というと2つありまして、で、松尾先生と一緒に、やってきたところ、今ですと、松尾健との、共同研究は、もう終了していて、もう実用段階に入って、私たち独自で実用段階に入っているんですけれども、お客様に対する、ビヘイビアルコーチングというかですね、お客様に対する、アドバイスの強化をしていくというところにフォーカスをしています。でお客様のその定量データ、あるいは定性データと、例えば年齢ですとか、年収とか資産運用の経験が豊富かどうかというところとですね、それから世界中のそのマーケットのデータ、そしてお客様が実際にどういう行動をアプリ上でしているのか、あるいはどういう画面を見ていたり、どういう情報をチェックしていたり、あるいはそのどのような形でお金を入れたりですね、あるいは解約をしたりと。こういうことをやっているのかを見ていくことによって、大体ですね、お客様がどういう行動を次に取るのか、何が起こるとどういう行動を取るのかというところが、見えてくるようになっています。そうした機械学習の成果を通じて、お客様の行動が分かっていけばですね、そうすると、どうしたらより資産運用に成功しやすいのかというところも分かっていきますので、でかつ、資産運用に失敗するパターンもですね、大体ノーベル賞をもらったようないくつかの研究で分かってくるわけです。相場が下がると資産運用やめてしまうと。本当はそこで続けるか、もっと、資産運用の額を増やすべきなのにやめてしまう。逆に上がっていくとですね、本当であれば、一定ずつ積み立てをしていくか、あるいはそこで追加で投資をしない方が良かったりもすると思うんです。多くの人はそこで過剰に自信を持ってしまうと。そういう人間の心理的な罠がどういうところにあるのかというところも分かってきていますので、お客様の行動予測ができて、かつどういった罠に陥りやすいのかっていう、世界中の研究成果を集めると、どうしたら資産運用により成功しやすいのかと、こういうコーチング的なことができるようになってくるなというふうに思っています。まさにそういうサービスが、富裕層が受けているプライベートバンクってまさにそういうサービスを提供しているわけですので、そういう意味において、今よりももう一段高いところに、サービスのレベルを持っていけるんじゃないかというふうに考えています。なるほど、面白いですね。ありがとうございます。続いて丸山さんお願いします。丸山さんも、はい、フィンテック業界だと知らない人いないんですけど、ちょっとフィンテック協会のトップを何年やられてたんですか？そうですね、フィンテック協会の代表5年やってました。5年ずっとやられてて、はい、まさにフィンテック業界で、その規制の緩和であるとか、どういったルールを作っていくと、新しい時代にフィットするのかみたいなことを、ご自分の事業をやられながら、やられて引っ張ってこられたリーダーの方なんですけども、丸山さんまさにその今、本当に注目されているエンベッディッドファイナンス
のところをやられているので、まあ、ご自分ちょっとやられていること、結構マニアックな領域でもあるので、そうですね。ご説明いただくとともに今後の可能性、ぜひお願いします。はい。まあ、私がやってる、まあ、フィンテック協会を始めた時もそうなんですけど、まあ、あらゆる産業がフィンテックのようになるともともと思ってるんですね。フィンテック企業だけがフィンテックやるんじゃない。もうすべてのサービス、そのすべての産業にお金って関わるんで、まあ、全部がフィンテック企業のようになると思った時に、一社一社フィンテック企業のテクノロジーを開発していくのが大変なので、じゃあ技術ベースをこうみんなに提供する。要するに金融機能を誰でも取り込めるように組み込むぞ。って意味でエンベレッドファイナンスということで、私はその組み込む仕組み側をやっているという立場です。で、まあ先ほどこう面を取っていきますよというのと、裏側に回りますよというと、私はだからこう埋め込むので裏側なんですけど、目指している世界ってやっぱり最後はユーザー。の便利さじゃないですか。で、いろんな面の取り方があると思うんですよ。例えば家計簿アプリ、マネオファローさんミーのものもあれば、ウェルスナビさんのロボワードもあれば、例えば全然違う業界で通信のアプリが入ってきて、そこに金融機能取り込んだのが、まあ、マルナニュペイなので、まあ、いろんな面の取り方ってユーザーのその使うサービスに全然違うんですね。要は、ね、世界中の人が必ず面で取り合いで分かれるかっていうと、いろんなこう、実は面って言いながらいろんなレイヤーがあると思っていて、実はそれに対して全部金融機能をいつでも取り込める、呼び出せるようにするよみたいなことで今、エンベレッドをやらせてもらってますと。で、やっぱり今後、その、フィンテックだったり、フィンテックじゃないっていうのはやっぱり融合していく。今の法改正なんかも、要は金融の垣根がどんどんなくなっていくような世界において、その技術ベースでも、ただ、例えば先ほど増島先生からあった通り、ある程度法律に準拠してなきゃいけない技術だとか、セキュリティを担保しなくちゃいけない。こういったことをこう、レベルを分けながらみんなが取り込んでいく。こういうことでみんながフィンテック企業になるんですよね。だから、例えば自社のアプリを出していれば、その自社アプリで買い物ができて、後払いができて、関連する保険が売れたらマネタイズにもなるし、ユーザーの体験も上がる。で、そういうことをいかにセキュリティ高く、まあ法律の、まあ準拠も簡単に組み込んでいく。そうすると、こう、いろんな会社が、あらゆるサービスが、こう、ある種レベルが上がっていく。で、これがこう、なんか社会が便利になっていく。世界になるんじゃないのかなと思って、今このエンベレッド取り組んでいます。はい、ありがとうございます。例えば CCC さんが、何番かあれ、どう忘れちゃう何番かですか、はい、SBA さんと銀行をやられてたり。銀行やられてたり、その、はい、来られてる方々も、いろんなこうビジネスされてると思うので、対ユーザー接点があられる中で、その後ろの金融レイヤーをやりますっていう話だと思うんですけど、もうちょっとその、後ろの金融レイヤーってもなんか、どういうふうに整理すると皆さんに分かりやすいですか。そのいろんな機能があるじゃないですか、金融って。なんで、はい、なんかこう、一番商売になりやすいところとか、ここがおすすめとか、なんかあればぜひ、ね。はい。例えばですけど、古くはっていうか、歴史的なものを振り返ると、皆さん、クレジットカードって板型のものを持ってるじゃないですか。別にこれ、フィンテックと言われる前からあるんですけど、皆さん結構昔から使ってきたクレジットカードって、券面は、例えば航空会社さんですよね、とか、それこそ、まあ、流通系会社さん。ただ、機能はクレジットカード会社です。なんで、やっぱり日常のこう、生活に近いところは決済が走るんで、決済ビジネスから入るっていうのは、まあ、皆さん取り組みやすい領域と、関連するとですね、やっぱりその、この買い物、今お金ないけど、この買い物買いたいなとか、例えば EC、マーケットプレイスやってる会社さんでも、今手持ちないけど買ってくれた方がいいじゃないですか。って言った場合に後払いになるので、そこは金利が取りやすい。あと、高額なものを買うと、ちょっと後で壊れたら困るなとか、サブスクの場合でも契約後でこう、どうしようかなって、まあ、保険やリースの概念が出てくるので、消費の入り口、決済から入って、まあ保険とか後払いみたいなのをこう、昔から、ユーザーの接点を入り口にすると取りやすい領域だったりするかなと思います。なるほど。決済と後払いと保険。これ、決済のところって、そのペイペイさんとか、なんか すごい資本の論理で強いプレイヤーがいらっしゃる中で、そういうプレイヤーとこう組むのか、それとも自社のこうある程度規模があって、やっぱ自社でやった方がいいのかとかって、なんかその辺ってどうお考えですか？まさに、皆さんのやってるビジネスによると思うんですね。っていうのは、決済という面において、あらゆる場面で決済しやすくするのが、例えば PayPay だったり、まあ、昔で言うとビザカードなんですけど、はい、そのお店、そのサイトの体験を一番上げるには、そこのサイトの体験ともっと密接の方がよくて、例えばよく最近上がるのが、病院が今予約、ワクチンの場合では予約になるじゃないですか。で、待って会計すると無駄なので、病院の予約アプリなのに決済が紐づいて、診療終わったら帰っちゃったら決済が、済みますっていう時には多分病院予約部に決済機能がついてればいい。こういうふうに、こう、その産業だったり、そのお店の体験にとって、そこのスティックネスが深いというか、中に取り込んだ方が便利なものは多分そっちが勝ちます。なので、その業種だったりサービスだったりによって、その決済で水平がいいのか、
もうバーティカルに産業に特化するのかっていうのはそれぞれあるかなと思います、ね。なるほど。めちゃくちゃ分かりやすい説明ありがとうございます。で、ちょっとあの話題、だいたい現状のフィンテックの話と今後の可能性見えてきたと思うんで、ちょっと話題変えて、銀行法の改正が今回ありまして、まあ何回か、本当に金融庁さん、日本の金融庁さんでフィンテックの何というかアップデートのためにこう頻繁にチャレンジされてるんですけど、今回の銀行法改正は、まあちょっと、これ僕が言ったより、松島さんが解説していただいた方がいいんですけど、まあざっくり言うと、なんでインターネットプレイヤーが銀行できるのに、銀行のプレイヤーがeCommerceができないんだと。これイコールフィッティングじゃないじゃないかみたいな議論の中で、銀行が結構大きな、銀行も他の業種ができるような、今低金利で大変なので、できるようになってきたっていうのは法律が今回改正されたんですけど、これ結構大きな、法改正だと思ってまして、皆様にもいろんな影響があると思うんですけど、このあたりについてちょっと増島さんから何かコメントをいただければなと思います。ちょっとなんか、あれですね、ちょっと近現代的ななんか後ろになりましたね。そうですね、すいません、少し静かな場所に移ったんですけど、またなんか余計なアナウンサーが入って、すいません。大丈夫です。はい。そうですね、今、銀行さんのところでやってるのは、おっしゃる通り、その銀行っていうモデルが結構厳しいんじゃないかっていうふうな話の中で、まあ、新しいモデルをこうやってもらう必要があるねっていう、まあ、大きなテーマはもちろんこうあるんですけれども、まあ、他方で、その銀行が今まで果たしてきた役割というのを、何かそのデジタルの世界ではもっとこういうふうにできるんじゃないかっていう、まあ、こういう実は仮説がそこにはあるんですよね。で、銀行さんのもともとやっていた強みって、そのみんなのデータをお預かりして、まあ、安心を確保して、まあ、みんなに信頼をしてもらい、正確なオペレーションをやるっていう、まあ、こういうモデルだったわけで、で、これをこの今まで金融にしか転換できなかったけれども、それを他のモデルに、まあ、転用できないかっていうことが考えられている。だから今回のその、まあ、業務範囲規制を改革しましたっていう話なんですけど、例えば、非金融であるそのデジタル、いわゆるその、なんていうんですか、情報銀行モデルみたいなのを展開することができたりとか、まあ、隣接であるところの、例えばヘルスケアですとか、まあ、そういうものですよね。いろんなモデル、こう、金融とくっつくわけです。から、まあ、そういうところがこうデータの観点からいろいろできるようになったりですとか、あとは先ほどのその金融機関の持っているそのオペレーションの正確さみたいなところを、外出しして他のこう業界にも使ってもらえるようにするですとか、そういうテーマのものをこうやらせていくことで、まあ、銀行の収益を確保しつつ、その銀行が蓄積をしてきた、まあ、今までのこう強みを他のところで使ってもらいましょうって、こんなテーマになっているかと思います。これ例えば今日おいでいただいているベンチャー経営者の方々の立場からすると、要は金融機関さんと組みやすくなる、いや、よりそのデータとかオペレーションのところとかがオープンになっていくので、よりその例えば資本業務提携とか、なんかそういう可能性が上がっていくっていう理解でいいんですか？そうですね。少なくともそれをこう禁止する法律、制約する法律っていうのがなくなるというか減るというか、要するに法律があるからできませんということにはならないという、こういうことになるわけですね。あとは本当にそれができるのかっていうのは、各金融機関さんの、まあ、カルチャーと、あとは、まあ、後ろのこのテクノロジーですね。まあ、テクノロジーがダメなら結局データ連携なんかできないっていう話なので、まあ、古い、こう、技術さえも、溜まりまくったようなこうシステムをですね、まあ、ちゃんと我々とこうつないでやっていただけるようなものにしてもらえるのかどうかって、ここにかかってるんでしょっていうことだと思います。なるほど、ありがとうございます。島山さんいかがですか？島山さん元財務省ですね。はい、そうです ね、はい、何年いらっしゃったんですか？10年近く入っておりました。銀行法でイコールフッティングという観点から、日本の例えば小売業が、まあ、銀行子会社をというのに対して、まあ、銀行はこう小売の子会社を持てないので、これ不平等でないということで、じゃあ両方とも持てるように、まあ、銀行、まあ、金融以外のことができるようにしたらいいんじゃないかというのが今回の銀行法の改正の趣旨かと思うんですが、これだいぶアメリカのアプローチとはこう正反対だなというふうに考えていまして、まあ、アメリカの場合ですと、銀行の子会社は誰でも持てるんですけど、その場合は銀行と同じ規定をですね、親会社のレベルで受けるという形になっています。で、したがって、まあ、日本のその場合、その小売企業が、銀行子会社を持っている場合、これもしもアメリカでやっていたらですね、小売をやっている親会社が、
銀行規制を受けるというのがアメリカの考え方ですね。したがって、その、まあ、どちらも同じレベルの規制を受けますという意味でアメリカは平等になっていて、親会社です。例えば、アマゾンさんが、はい。その金融やったときは、アマゾンが、FRB と財務省の、アマゾン本体。それは相当やりたくないですね。なので、やらないんです。なるほど。で、したがって、その、Google も、Amazon も、ウォルマートもですね、まあ、みんな、金融からは一歩引いてるという状態になって、うん、ですから、アメリカの場合は、親会社のレベルで条件を合わせましょう、ということにしてるわけです。日本は、その、子会社のレベルで、条件を合わせましょう、ということをしていまして、で、その、じゃあ、なぜアメリカが親会社のレベルで、その、コントロールしてるかと言いますと、やはり、こう、金融業というのは、非常に大きな、こう、力を持っているので、まあ、金融もやっていて、かつ事業会社もやるということになりますと、自分たち自身がですね、融資先と競争をするということになるわけですね。そうすると、まあ、銀行に頼っている融資先からするとですね、銀行本体が自分たちと同じ事業を始めてしまうと、まあ、非常にこう競争上不利になると。で、したがって、その親会社のレベルで、規制をしないといけないと。まあ、日本の場合であれば、銀行は金融以外のことをやってはいけないというふうにやっていたのを今回変えたんですけれども、私自身はその親会社のレベルで対等に規制をするというのが本来のあり方ではないかなというふうに考えていまして、もしもその資本とですね、データ、この二つを両方とも独占的に握ってしまうようなビジネスモデルが成立してしまうと、非常に過去の過ちを繰り返すリスクが高くなるんじゃないかなというふうに懸念しています。なるほど、面白いです。丸山さん、いかがですか？丸山さんと金融機関さんとね、はい、かなり密接にやられるビジネスモデルだと思うんですけど。はい、そうですね。私、だから金融機関のとの接点の立場で2つの顔があって、1つがだから金融機関さんと一緒に、その金融機関がまさに高度化会社として、機能を金融機関じゃない事業に貸すっていう、まあ技術の立場と、実際事業会社さん側の仕組みとして、あと私グループでアプリもやってるんですが、そっちの立場からすると金融機関に触りに行くって両方の立場があるんですね。で、両方から見たときに一つ言えるのは、銀行のテクノロジーやっぱり遅れすぎて、それが要は、銀行の API を外から触るのか、銀行の内部から API を外に出すのか、両方を見てるんですけど、とにかくテクノロジーに対する理解、それからビジネスに対するそのスピード感が遅すぎると思うんですね。で、これをガンガン行ったところで変わらないんであれば、さっき松島先生とおっしゃったんですけど、じゃああなたたちやってみなさいよと。今まではこうブロックするわけですよ。銀行じゃなきゃできません。銀行は、でも銀行もやれません。それを、例えばブロックする理由がなくなる、やるしかなくなると、社会の動きとしては一歩進みやすくなるんじゃないのかなってまず一つ感じています。そういう意味だと、これで銀行が悪いことしちゃったら閉じなきゃねっていう部分は来るかもしれないけど、まずはやらないという意味がないんじゃないかなっていう意味で一つ思ってますっていうのが一つと、あとはその、なんですかね、銀行さんとか金融機関を使い倒してやろうっていう発想が、こう、事業会社側にあって持っていいのかなと思うんですね。要するに、融資も、受けて囲い込まれて、なんか昔だとなんか人とかも派遣されてたよね。要するに、まあすごいこう囲い込まれるんですけど、今って資金調達のやり方も増えたし、まあ情報も増えてきたわけで、例えば金融機関に対してこうフラットに選べるような立場になればいい。で、今度金融機関から高度化テクノロジー借りるとしても、密結合じゃなくて素結合で API であれば別に切り替えないんですよ、お互いに。そういう意味だと、こう、ある種事業会社と金融機関がフラットに付き合いやすくするためには技術的な API のレベルを上げる。それからまあ、金融機関の優先的地位にならないように資金調達ニーズの自由度も上げていくというのをこう全体で見るとトータルで動いていけば十分こう銀行業界を変革して各産業がもっと使いやすくなるというのに貢献するような法改正になっているかなとは思ってますね。そのフロント企業というかまあここにいらっしゃる方でもそのユーザーを結構持たれている方がその金融のところでマネタイズしていきたいってすごいあるじゃないですか。でまあ楽天さんとかソニーさんとかいろんな会社が成功されていて、で、その中でじゃあ金融機関さんが今回の銀行法改正で、まあ、よりオープンになっていきますというのは一つ、組みやすくなりますよね。もう一つのところとして、じゃあ、果たしてその金融機関さんの中で、どんな機能を、なんかこう、彼らにお願い して、で、どの機能は自社でやるのかみたいなことって、なんかすごいやっぱ難しいなと思って、その決済とか後払いとか保険とか、なんか、そこであのデータにつながっていく話だと思うんですけど、村山さんいろんな会社と提携されてて、なんか、あります？ヒントみたいなものと今日来ていらっしゃる方の中で。そうですね。やっぱり、その金融機関のデータと事業会社のデータを融通するときに、やっぱりどうしてもその本人なのかどうか、やっぱり犯罪対策、マネーロンダリング対策っていうのはまあ一番のポイントと、あとやっぱりデータのセキュリティの扱いですね。で、ここのって、ある意味すぐコストかかるんです。ものすごくコストかかる。特にセキュリティ。みんなが一社一社投資したらすごいかかるので、
そういう意味ではこう金融機関がすでに投資している一定のセキュリティの部分を間借りするっていう部分なんかは、そのお互いメリットが出る領域なのかなとは思いますね。だからそこをしっかりしてますっていうのは結構その銀行側から見ても、あ、この会社の組もうかなになるし、あの、なんですか、その事業会社からしても今漏洩事故とか結構多い中でユーザーに対してもこうメリットとして訴求しやすいんじゃないかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。データのところもうちょっと深掘りしたいと思うんですけども、あと、あの、ガーファムにどう打ち勝つかっていう話で、あの、まあ、あの、フィンテック業界っていいのか悪いのかわかんないですけど、規制業界なので、そういう意味では、あの、他の業界と違って結構こう、海外から入りにくい点もあると思うんですけど、ちょっとそのデータとガーファムにどう打ち勝つかみたいな、ちょっと2点について、あの、コメントをいただければと思うんですけど、松島さん、なんか今、あれですよね、あの、海外からのフィンテック企業の日本エンターを手伝われたり、いろんなことされてると思うんですけど、そのあたりでコメントいただいてもよろしいですか？そうですね。やっぱり、あの、何でしょうか。まあ、日本のこのフィンテックのやられてらっしゃる方が、まあ、今、その、クロスボーダーで言ったときにどういう目線を持たれてるのかっていうのは少し、あの、あるように思うんですけど、この海外の人たちは、まさにその、あの、ガーファムと同じような話で、結局、まあ、どん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 出てくるわけですよね。で、我々もそのいわゆるジャパンエントリーというのをいろいろな会社のやっぱこう支援をあのしていますと、まあ、ね、当初はそのいわゆるこう決済のところから来ましたし、まあ今は保険のところも来ているし、さらにはそのいわゆる B2B の結構こう、あの大きな、まあ、あの決済ものですよね。こういうものもこうどんどん入ってきてるみたいな形になってきているので、これと同じようなことをこう日本の企業さん、フィンテックの人たちがどこに向かってやっていくっていうフェーズが本来はこう来ても良いはずですし、そういう、まあ、今日のあの午前中のこのセッションでありましたけれども、そのあのメルカリさんですとか、そのスマニューさんみたいな、ああいう、要するにカルチャーをちゃんとそういうふうに作ってこう外に出ていくんだと。キーマンを捕まえて、こう、外に出てくるんだっていう、いわゆる、こう、ブリッツスケールで、あの、シリコンバレーで言われているようなメンタリティの、こう、スタートアップが、こう、日本のフィンテックの中から出てくるのかどうかって、この辺を、まあ、注目したいな、というふうには思っているところでした。はい。海外からだと、あの、ちょっと聞こえにくかったんですけど、決済から入られて、どのあたりに、まず、来るプレイヤーが多いんですか？そうですね。まあ、決済で入ってくる人たち多いんですけど、やっぱもともとその母国なり、その母国マーケットで、まあ、みんなユニコーンになってたりするわけですよね。だそういう状態をこう抱えながら、まあ、日本の金融機関なりなんかとアクセスをして、まあ、一緒にやりましょうモデルですよね。基本はね。一緒にやりましょうモデルで、まあ、どんなビジネスができるのかっていうのをこう検討するっていうのが、最近こう来るようなものが結構多いような形になって、いますよね。特に B2B 金融みたいなところでは、割とそういうようなアプローチの人たちが多いなという感じがしますし、その、いわゆるインシュアテックみたいな領域でも、その、まあ、保険の人たちとどういうふうにであれば組めるのかっていうのを、まあ、いろんな、こう、人たちと組んでるとですね、実際にこう、勝ち筋を見つけるような、こういう活動もされているように。あの、インシュアテックのところちょっとお聞きしたいんですけど、松島さん、保険、の業界に本当いろんな顧問されていると思うので、あの、結構保険ってなんか我々から見ると結構遠い、あの、難しいなっていうところなんですけど、実はその、いろんな、今日来られてるような方々のユーザーさんに、例えばなんか、あの、少額の、あの、少額保険とか、なんかそういうなんか、なんですか、損害保険とか、なんか結構そのユーザーをお持ちの方々に、実はマネタイズポイントとして有効な、あの、例がグローバルでも結構出てきてると思うんですけど、なんか保険のところってどういう最近動きが面白いかとかってあられますか？そうですね。保険の話だとですね、大体やっぱりそのコミッションが一番でかい業界が保険みたいな、こういうイメージになるので、まあ、普通にやるとこうそこを取りに行くようなモデルをみんなやりたいですっていう、こういう話になるわけですね。まあ、西海岸の人たちから言うと、その保険のデリバリーをより良くして、まあ、体験を良くするんだっていう、こういうものの言い方になるわけですけれど、結局それってあのコミッションモデルだよねっていう、まあ、こういうことのように、あの、思われます。でまずここをこうね、あの、深める。やっぱ保険の体験ってあんまり良くないので、まあこれはあの世界各国そうのようなんですけれど、ここをどういうふうに良くしていきますかっていうところが、まあまずはみんなの着目点。
でも本当に保険が意味があるのは、あの支払いの部分なので、この支払いの部分をどうするかという、こういうテーマがより大事なんじゃないかって僕らその保険をやっている人たちからこう感じていて、で現にそのまさにこのペイメントの部分でのこの体験の悪さですね、この辺をこう解決するんだっていうふうに構えている人たちもいるということであります。ただここはマネタイズをどうやるかというと、保険会社からお金をもらうしかないのでですね、まあどれをどういうふうにそれをやっていくのかっていうのはなかなかチャレンジングだなというふうに感じているところでした。はい、はい、ありがとうございます。石山さんいかがですか。あのちょっとすみません、データとガーファムって大きなテーマで好きな方でいいんですけど、さっき、そうですね、はい、あの私あの3つ壁を感じ取りまして、フィンテックが次の、まあ、今日のテーマであると、ネクストビッグウェーブっていうのを作っていく上でですね、壁が3つあるなというふうに思っております。あとですね、データですね、データがバラバラ。多分、辻さんも多分そういうご経験あるんじゃないかと思うんですけども、こうデータが一箇所に集まらないので分析できない。悲惨なデータベース、どうするかって日々悩んでます。はい、そうですよね。で、それから2番目にですね、才能ですね、タレント。これ、なぜ海外のそのフィンテック企業は日本に入ってこれないかっていうと、一番大きい理由はですね、才能ですね。資本はもういくらでもあるわけですね。で、データも大体あるわけです。何がないかっていうと、才能ですね。チーム組成ができない。私自身も、前職コンサルティングファームで、外資系の方々をサポートしていたり、あるいは日本の企業のこう海外進出をサポートしていたり、これ大体チーム組成が一番大変で、才能がない。それから3番目にですね、時間ですね。ユーザーの時間をもらえない。私たちもいろいろな、まあ私たちに限らず、いろんなこうフィンテック企業がいろいろなこう、まあプラットフォームとですね、一緒に何かやっていくときに、お客様が振り向いてくれないと。顧客基盤は大きいんですけれども、そもそもですね、例えばこう保険のことを考え、その時に保険のことを考えてない。資産運用のことを考えていない。従ってこういろんなこう通知を送ったいろんな広告を出してもですね、恐ろしくコンバージョンが悪い。で、したがって、こう、まあ、お客様の、こう、時間ですとか、マインドシェア、が、その、金融サービスの方に入っていかないと。で、この3つの壁を、感じています。で、この、こう、データと、で、それから才能、まあ、タレントですね。そして、その、お客様の時間やマインドシェア、この3つをめぐる、その、まあ、いろいろな、こう、まあ、個人のレベル、企業のレベル、国のレベルでの、こう、いろいろなこう競争がこれから始まっていくと思っておりまして、うまくいってる会社はやはりこうしたところのこうサイクルが回り始めていますし、これがこう21世紀のですね、こう最大のこう資源になるのかなと。で、それはこう20世紀に資源は何だったかと考えているんですね、こう資本がまずないと。金利が非常に高い。お金がないので、こういうこうスタートアップもこう資金調達ができない。こういう状態が20世紀ですね。あと途上国が発展していかないのも資本がないから。これ今変わってますよ。お金はなんかコモディティだっていう言い方をよくされるように最近になってきてます。それから石油ですね。石油をめぐってこう何度も戦争をしていて、今は逆にですね、この前エクソンモビルの株主総会があって、もうエクソンモビルは、こう石油のこう消費量を下げていくということをやっていかないといけないっていうことになったわけです。ですから、こう石油をめぐってこう100年前戦争してたのに、気がついたらこう石油の消費をいかに下げるかってことをグローバルにやる。これ完全にパラダイムシフトをしています。それから3番目にマーケットですね。マーケットを取るためにこう植民地を作ったり、侵略戦争をいろいろやっていたにもかかわらず、今はですね、こうマーケットがこうグローバルに出来上がっていて、こう誰でもどこの国でもですね、すぐ進出することができると。ですからこうマーケットアクセスっていうのも壁ではなくなっているわけです。でこうした意味において、こう20世紀のこう限られたリソースが何であるかと、でそこにおいてどういうこう価値パターンを作っていったら良いのかっていう仕組みと、こう21世紀に何がこう限られた資源で、でそこでどういうふうにこう価値パターンを作っていったら良いのか、こう180度を転換していまして、特にフィンテック領域はこう規制の壁などもいろいろあるので、一番この壁がこう3つが高いと。で、したがって、今のところまだこう成功パターンができていない。GAFA もここに入ってこれていないという状況ではないかなというふうに考えています。なるほど。面白いですね。データのところって、なんかこう、いまいちまだ使えてないなって、まあ、そうですよね、マネーフォワードが言うなっていう話なんですけど、なんでユーザーさんがデータを入れてくださってるのに最適なアドバイスができないんだろうとか、なんかちょっと言ってて悲しくなるんですけど、なんかその辺すごく課題感があって、社内でもいろいろやってるんですけども、なんか例えばその e コマースだと、その要は、お買い物いただく上のコンバージョンレートをもっと上げようとか、レコメンデーションをやろうとか、
あと広告だとマッチングでクリックレート上げようとか単価上げようとか、まあ、そこに AI がガーッと動いてすごく成果を出してると思うんですけど、フィンテック業界のファイナンスにおけるデータ、どういうものがあって、どういうふうになるとよりユーザーメリットが増え、ビジネスとしても良くなるのかっていうのは、どういうふうに今お考えですか？まずデータを、まあ、一箇所に集めて分析可能にしないと、スタート地点にも立てないなというふうに思ってます。私たちと、東大の松尾研究室との基礎研究の、そのほとんどの時間がですね、データを作ることに使われていまして、数億行ものこうデータセットをどうやって作っていったらよいのか。で、そうしてこうどうしたらこう、まあ、AI のですね、機械学習モデルに入れていけるのかっていうところに相当時間を使っています。で、私たちの中でもやっぱりデータベースバラバラ、あるいはその社外の、例えばその世界、国際的なマーケットの情報とも一緒にくっつけないといけなかったりもしますから、やはりこう、社内でもバラバラで、社外のデータともくっつけていかないといけない。で、金融の場合はですね、データ共有について極めて厳しい、規制がありますので、これは容易ではないと。多分、マネーフォワードさんは多分日本で一番データ集まってると思うんですけど、こうデータ一箇所に集めるだけでも相当大変。はい。もうエンジニアチームが一番嫌な顔する瞬間です。ですよね、はい。で、という状態になっているので、そこを集めないと始まらないなっていうふうに、思っています。で、この21、例えばこう、GAFA もそうですけど、この21世紀の、その、最初の、その10年、20年って、何が起きたかというとですね、世界で一番優秀な才能がですね、どうやったら広告をクリックしてもらえるのかっていうところに、こう、時間を使ってた20年間だったわけですね。で、世界で、それが先ほど申し上げたそのデータについて、こう、才能というところが資源だっていうふうに申し上げた理由なんですけども、で、その才能が今、金融に向かってるか向かってない。そもそもその分析するデータもない。で、そうそうスタート地点に立ててない。ですから、お客様により良いアドバイスをしようというところにも、まだいけてないというのは現状かなというふうに思ってます。データベースができてない問題が一つあって、あとはその、まあ、アクションのところですね。アクションのところまで繋がってないから、まあ、金融機関がオープンになってくるとかなり変わってくると思うんですけど、そのアクションまでバッとつながってないんで、ユーザーの行動変容が起こってない。そうですね。これアクション、ユーザーがアクションを起こしたら、辻さんのところにすぐデータ来ます。はい、はい。で、そうすると、そうやってこう PDCA 回ると思うんですけども、そうですね、そこだと思いますね。なるほど。ありがとうございます。丸山さん、いかがですか？データのところ、GAFAのところ。そうですね。まあ、二つあるんですけど、一つはやっぱりまずデータをつなげるっていうところだと思うんですね。さっき柴山さんおっしゃったんですけど、は、ね、いくらこう、ね、提案しても金融商品になかなか変わらない。やっぱりそれってユーザーのマインドがそこまで多分今金融モードじゃないわけですよね。だから、今、我々フィンテックって行動動線を変えるなって言ってるんですけど、結局、金融行動する側面で投資のこととかなんか決済のことって実はまだ縦割りで見てると思ってるんですね。本当のユーザーの意識とか行動ってもっとつながってたりするし、例えば投資しようと思うときにお金がない、増えたから投資しようと思うけど、実はね、交絡意識とか別のキーファクターがすごく効いてる可能性もあるわけですね。だからそこを見るためには日常行動を家計が見える投資みたいな、例えばそのね、辻さん、柴山さんと、あと我々が、私がやってるの決済みたいな、このデータが全部つながっていかないと多分、本当のこう、ユーザーに刺さるタイミングを取れないんじゃないかなというふうに思ってます。なのでそこをこう、いかにつなげていくかが一つと、あとさっき辻さんがすごい問題提起されてたのし、柴山さんもおっしゃったんですけど、じゃあデータ分析して我々何するかですよね。金融商品売るんですって言っちゃうと、それは社会のためですか。まあ社会のためでもあるんですけど、だから、一昔前って変ですけど、そのゴマシーンをアリペイがやった時とかって、あれ金融スコアじゃないんですよね。社会行動、いいことするとスコアがある。要するに行動変容じゃないですか。だから、まあ、SDGs に、まあ、資する活動をしたら、まあ、融資が受けやすくなるとか。やっぱりこう、行動変容に向けて、行動データ貯めて、金融を使って社会を良くするためのスコアリングとか、まあ、そういうところに持っていくっていうのが本来の目的になるのか。そのデータを活用する出口としては、行動変容に持っていくっていうのが一つかなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、時間も迫ってきたので、最後SDGs みたいな観点がさっき、丸山さんからもありましたけど、その お金って、何ですかね、なんかコモディティ化してきて、その、まあ、何に使うかとか、どのように使われるかみたいなのが、本当、いろんな、領域で特に言われてると思っていて、特にフィンテック業界はもうそのど真ん中だと思うんですけど、SDGs 文脈、サステナブル文脈で、なんかこう、自社で取り組まれていることとか、
なんか気になってる動きとか、あられたらぜひお願いしたいと思うんですけど、じゃあこれ逆に丸山さんからお願いしていいですか。はい、そうですね。今、まあ、SDGs にも絡む文脈でいくと、お金っていえば色がないっていうのが今までの経済、資本主義の意味なんですけど、我々お金には意味や色があるんじゃないかっていうのを取り組んでます。例えば最近ちょっとフィンテックの文脈だと、給料をデジタル化しましょうっていうのがあるんですけど、あれ給料をデジタル化することがあんまり本質ではなくて、例えばどういう働き方、どういうアクションで得た、まあ、対価としての収入があったら、それをじゃあこのお金、得たお金をどこに流すのか。要するに、働き方から使い方まで意味合いを持たせていく。これをデジタルで実現していくみたいなことを、やっぱりすごい注目していて、なので単純になんかね、その、給料早くもらうからその分フィーください。そういうことではないと思ってるんです。なので、お金に意味や色、流れがあるとしたら、それをデジタルでつなげて行動変容していくか。すると究極的には SDG に資する仕事をしようとか、そういう仕事じゃない普通の仕事だとしても、なるべくそういうものにお金を流そうみたいな行動に変わっていくとか。あとはその、これ、サステナブル社会によって、例えば地域経済みたいなのがあると思うんですけど、地域にお金を流すと、地域からリワードが来る。そのお金に色とかで、あと縛りを入れる。お金に縛りを入れると、そこの縛られた世界にはプレミアムが上がるような、コントロールができてくると思うので、そういうちょっとお金に意味、色合いを持たせて行動を変えるみたいなことに、はい、今後、まあ、観点はどんどん移っていくのかなというふうに思ってます。そこもちょっと具体的に、お伺いしたいんですけど、なんかその、お金に色をつけるって、なんか、すごくデジタルでやりやすくなって、はい、クラウドファンディングとかの最近の盛り上がりとかって、本当にやっぱお金に、使い方に意味を、なんかみんな見出してるよなって思ってるんですけど、なんかどういうイメージってらっしゃいますか？おっしゃる通りで、例えばお金使うっていう時も消費もあれば、誰かに寄付もあれば、投資もあると思うんですね。例えば消費であったとしても、環境にいい商品を買うようにする。今の決済データってそこまでないんですけど、電子レシートと絡めれば買った商品単位でデータがわかるようになってくると、そういう、例えば、いいものを買えば、リワードがつく。要は、ポイントがつくとか、いい、まあ、お金、寄付をすれば、投資をすれば、というふうに促すような形なので、お金の出口は消費以外にも、投資、寄付、消費っていうのがあるかなと思います。ありがとうございます。増島さん、この観点、いかがですか？コメントもしあればお願いします。そうですね。まあ、世界の中ではきっとそのインクルージョンみたいな話をして、とにかく金融にアクセスできる状態をどうやって作りますかと、みんながっていうのをまあ追求するっていうテーマでしたけど、まあ日本の中ではそれはこう相対的貧困と呼ばれている人たちを、まあどういうふうに、まあより良い生活をしていきますかっていう、まあこういうテーマをまあ解決しましょうって、これが多分その SDGs×FinTech の中の一つの軸なわけですよね。おそらくもう一つの軸がそのいわゆる気候変動、カーボンニュートラルという、こういう世界の中で、お金の使い方、これ大きな金融機関さんはまさにその自分の投資の活動によって、まあ、その気候変動が、こう、の何かこう、役に立つようなことをするって、まあ、こういうことをやってるわけですけれど、フィンテックの領域でもまさにこう、個人の行動変容を、こう、まあ、結局司っていくようなところで、こういうテーマにどういうふうにつなげていくのかっていうのがおそらくあるわけですよね。で多分欧州の、まあ、フィンテックの人たちは結構今最近そういう方向に入ってきていると思いますので、まあ、日本のこうフィンテックの方々も一つのテーマとして多分この辺を追求していくっていうのが今後出てくるはずだというふうには思っていました。ありがとうございます。すいません。カーボンニュートラル、気候変動のところ、ちょっと僕、その個人の行動変容がどうつながるのかちょっとつながらなかったんですけど、もうちょっと具体的に教えていただいていいですか？結局、そのお金の使い方がどのぐらいそのこうカーボンの、まあ、その、まあ、カーボンを減らしていきましょうという活動に効いてくるのかっていうのは、結局データが取れていれば分かる話ですよねっていう、こういうテーマなんですけど、もちろんその他の領域でちゃんとデータが取れてくることっていうのは大事だと思うんですけれど、まあ、ここがこう自分のお金っていうのがそういうものにどういうふうに一体役に立ってるんですかっていうことを知りたい。もしくはそういうお金の使い方をしたいっていう人たちに、そのニーズにどういうふうにこう適合するサービスを作りますかって、こういうことなんだろうというふうに思いました。なるほど、ありがとうございます。サステナビリティとか SDGs の文脈で、まあ、そういうことをすることによって受け皿となるという手段もありますし、それをこう見える化してサービスとして提供するという、なんか2つチャンスが出てくるんだなっていうのを今お聞きしててよく分かりました。ありがとうございます。おっしゃる通りです。はい、じゃあ柴山さんお願いします。
はい。まあ、フィンテック、まあ、テクノロジーはあくまでもこう手段、ですので、まあ、何のためにこうテクノロジーを活用するのか、ということになるのかなと思っています。で、それを、そのより良い社会を作るために活用をするということは、まさにこう十分に可能で、多分そのためにですね、こう起業したっていう人たちもこうフィンテック領域多いんじゃないかなというふうに思っています。私たちもその富裕層と、その、まあ、資産があるかどうかに関係なく同じこうレベルの高い水準のこう資産運用サービスを提供したいと、資産運用を民主化したいという思いで、創業して、まあ、今事業を拡大していまして、で今、こう、世界を、あるいはこう日本を見渡しても、まあ、金利が下がってお金が余ってるんだけれども、でそしてこう、スタートアップが例えばこう資金調達を しようというときに、過去では考えられないようなお金が集まるようになってきてるんですが、それでもそのお金は、こう、どこかにこう、滞留してしまっていて、こう、必要な人たちのところに、こう、お金がこう流れていっていないっていう状態がたくさんあるんじゃないかなというふうに思っています。で、それをその解決していくための手段、このお金をこうマッチング、お金を必要とする人たちと、お金がまあ余ってると、今使い道がないですという人たちをこうマッチングしていくというのが、この500年間の金融の基本的な機能だったんですけども、そのポテンシャルをこうもう一段こう引き上げて、で実現していくというために、こうフィンテックっていうものを活用できるというふうに信じています。なるほど。ありがとうございます。まあ、まさにウェルスナビさんの存在自体が SDGs っていう感じですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、お時間も来ましたので、ぜひ、ご質問、あられる方、挙手いただければと思います。オンラインでも結構ですので、はい。じゃあ、一番後ろの方、お願いします。あ、ネットイヤグループの石黒です。こんにちは。まあ、金融商品ってあまりにたくさん種類があって、まあ、投資だの、不動産だの、まあ、保険もそうですし、ある意味その、お客さんのレベルというか、やっぱり富裕層もあるし、まあ、一般の方もあるしっていうと、すごく全体的にフィンテックって難しいと思うんですよね。で、やっぱり、まあ、個別にあるところを攻めなくちゃいけないかと思うんですけれども、一方で、あるところを攻めてもですね、同じことをやってもどこかの会社はすごく伸びるんだけど、一方で伸びないっていうのがあって、その差はどこなのかなと思っていまして、で、なんか一般的に言うと顧客体験みたいな、ざっくりしたものではなく、なんか共通項として、そういうものがあるのでしょうかっていうのが。なるほど。いい質問ですね。どなた宛てに。わかる人で。わかる人。わかる人。皆さん成功されてるんでお分かりになると思います。他はいかがですか？はい、あ、じゃあ、もう一問取らせていただいて。はい。クレジットの矢部と申します。予診領域でもバースクレジットアザサービスというものを立ち上げているアリーステージのフィンテックスタートアップになります。バースの文脈でこうテック企業様とお話していたさせていただくと、かなり皆さん金融やりたいっていう話をいただくんですが、逆側のまあ、既存の金融機関様とお話してさせていただいているときに、まあ、大きく2つの課題を抱えています。1つは人、執行役員レベルから落としても2年経ったら、変わっちゃうっていう大きな問題。で、2つ目にシステムの問題です。フロントエンド部分だけではなくて、まあ、バックエンドの部分で、まあ、資金決済が以外のアプリケーションのところの接続が非常に難しいっていう課題抱えております。フィンテック増やしていくためにここの課題どうやって変えていけばいいのかっていうのを辻さん、丸山さんご意見あれば伺いたいです。ありがとうございます。矢部さんの悩みは本当に僕たちに何番でも飲み明かせるぐらいあるので、ちょっとモデレーターなんで僕答えられないんで丸山さんから答えていただければと思います。じゃあ初めのご質問はやっぱ柴山さんですかね。やっぱここは、はい。わかりました。はい。ご質問いただきました。ありがとうございます。今、石黒さんのご質問にお答えしますと、抽象度を高めて言うと、まあ、先ほど申し上げた3つの壁、こう、データがバラバラになっている。それから、こう、チーム組成ですね。できない。こう、人材が集められない。それから、そのお客様が金融に関心があるときにアプローチしていない。例えば、こう、Facebook などが、こういかにこうお客様の時間を自分たちのプラットフォーム上に持ってこようかとしてるわけですけれども、それに対して多くのフィンテック企業がお客様とこう瞬間的にしかこうタッチができていなくて、そのタッチしても、その時のお客様はその金融のことを考えてない。この3つのこう壁にどの企業もぶつかってしまっていて、で、その、今のところこううまくいってる会社ってほとんどないんじゃないかなと。で、GAFA もその金融に入ってきていないのは、この3つの壁において GAFA もその解決ができてないからだというふうに思っています。
そこをまあ少しずつこう解決をしていくと、例えばこうデータをきちんとその解析できるような形で創業期から作っていけるのか、でそこってこうエンジニアがきちんとそのアーキテクチャ、データベースのアーキテクチャをしっかり考えていかないといけないわけですね。でさらにその個人情報が万が一にも流出すると問題ですから、個人情報を一旦全部その消してですね、そしてそうした、こう、個人、まあ、万が一漏洩しても大丈夫な形で分析をしていくような仕組みも割と早期に作っていかないといけないわけです。で、最近のこう、情報漏洩の事件など、まさにそういうことが行われてないという事例が次々と明らかになっている。そうそう、お客様からの信頼も当然失われていきます。で、それから2番目に、こう、才能のところですけれども、やはりその、テクノロジーのところと、で、そしてこう、金融のこの2つにおいて、やはりこう、その金融の課題を解決していきたいという人材を揃えるのは極めて大変。で、それがその外資系の企業がこう日本で成功していない、特にリテールバンキングが非常にこう、うまくいってない大きな理由だというふうに思ってます。撤退している外資系の金融機関がこの10年非常に多いのはそのせいだというふうに思っていますので、で、そこにこう、いかにこう成功していくかということ。で、それから3番目の時間のところですけれども、で、これはですね、いろんなこう、工夫の仕方があると思っていまして、ただ言えることは、やはりこう、お客様に無理やりですね、広告を見せても、それは決してこう、解決、お客様の悩みを解決するっていうことには至らないと。ですから、お客様が一体どの瞬間に金融についての悩みを持っているのか、で、その瞬間にいかにアクセスできるかっていうところを、しっかり考えて、で、そしてこう、例えばこう、提携先、オープンイノベーションをやっていく場合でも、そういったそれを実現する形でのオープンイノベーション提携になっているのか、それともこちら側にこうサービスがあって、こちら側に顧客基盤があるので、くっつけたらうまくいきますよね、というような表面的な形になっていないのかっていうところのこうチェックをきちんと地道につなげていくことが成功に向けた秘訣ではないかなと考えて、私ども日々取り組んでおります。ありがとうございます。じゃあ、二つ目の矢部さんの質問、丸山さんお願いします。はい、クレジットさんのご質問、まさにすごい一番難しいところですよね。銀行とでビジネス連携しようとしても、人と技術の問題ですと。で、人は本当に言っていいんですかね、本当にかなり問題だなと思ってまして、正直変わる気がない人がほとんどですっていうことですね。変わる気がある人はもうトップしかいないですよ。ほとんどの人は変わる気がないので変えないですね。変えない理由を探そうだったんだ。なので、人を変えるのなかなか難しいなと思ってて、今はこれ結構いいんですよね、こういうね。銀行を動かすの一番の、シンプルなのは外圧を使って、彼ら年間単位でなんか計画書書くで、計画書書かせることなんですね。書くタイミングに差し込むみたいなことを、本当にくだらないことかもしれないけど、本当そういうことやると変わらない。理屈じゃ変わらない。スピード感を持って動かない。もうこれは本当に、正直多分ここにいる皆さんから理解不能なんですね。だから理解不能な相手を変えるのが難しいので、自分が変わって、その業界変えるやり方なんかをやると動くケースがあったりします。ただ、やっぱり本来は根本的に経営から人からマインドを変えなくちゃいけない。で、そういう意味だと一部やってるのは人材の流動化だと思っていて、当社なんかは銀行からの出向じゃない、転職して入る方結構多いんですよ。で、そうすると皆さん別につながってて、銀行の方と結構やりとりしてて、やっぱりテック側の見方、銀行側の見方、やっぱりそこの人材の流動性を上げる情報がこう、非対称性がなくなる。っていうのはやっぱり地道にやっていくのが本筋。時間かかるんですけど、それはやり続ける。っていうのがまず筆頭のところだと思います。で、技術のところはですね、おっしゃる通りで、さっき API って話したんですけど、口座見れますとか触れますって、決済系は触れるんですけど、予診情報とかまさに全く API ないと思ってます。うちもかかってるんですけど、ハルフトでファイル伝送してもらうとか、そんなことやってます、本当に。で、そこすごく大変で、あと、多分、回収すると、回収部門、調査回収部門が既存の業務フローがあるから、そこに合わせてくれるか、多分そういうのがあって、要するに既存の業務にフィットさせてくれっていう要求がすごいあるんですね。なのでやっぱり既存の業務ごと変えましょうだと思ってます。で、銀行のシステムってご存知かと思うんですけど、すごい超密結合になってて、コアバンキングシステムと業務システムがぐちゃぐちゃになってるんで、一部の業務システムは例えばセールスフォースベースで作りましょうとか、なんかそういうこう、コアバンクのそのなんか金庫みたいなところは残すんですけど、一部ずつ切り取ってクラウド化させていくようなことをやっぱり一緒に取り組むみたいなことをやっていかないとなかなかほぐれない。か、みんなの銀行さんのように、そもそも勘定システム変えましょう。まあ、やっぱりどっちかのアプローチで攻めて、少しずつ崩すか全部変えるかっていうことしか、今はまだ、はい、道がないかなっていう感じですね。すごい参考になられましたでしょうか。はい。でも9年前よりはだいぶ柔らかくなってきてると思うんで、どんどん進めて
ていただければみんなで進めていきたいと思います。はい。じゃあお時間もあれなんで、最後に一言ずつ、何かコメントとかあられましたら、先のクエスチョンに対しても、増島さん、いろんな起業家見られているので、なんかコメントあればぜひお願いします。じゃあ、増島さんから最後お願いします。はい。ありがとうございます。ちょっと環境がうるさくて申し訳ありませんでした。で、今、日本もDX やりましょうって言って、大企業さんの DX のやり方みたいなのを、経産省さんのマニュアルみたいなのを作ってるわけですね。で、そこでやろうとしていることを、真面目にもし古い金融機関さんがやっていただけるのであれば、狙ってるところは連携のデータの連携と人をどうにかしましょうっていう、ここに、最終になりますって、2025年というか一応目標になってますから、そこまでにちゃんとやってくれる金融機関さんが生き残るでしょうし、そこと付き合っていきましょうと、なと思っています。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ丸山さんお願いします。はい、先ほど言ってる通りフィンテックっていう言葉自体がもうなくなっていくんだと思ってるんですね。その要は結局決済だ投資だってわけじゃなくて、その現金取引のサービスの中に本来やっぱ入ってくるんで、ここにいる皆さんいろんな産業をやってらっしゃると思うんですけど、フィンテック協会というのを立ち上げて5年代表やってたんですけど、早くフィンテックって言葉使わなくなるような時代に、それが取り込まれてるのが当たり前の時代に皆さんと一緒に早くできればいいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後、柴山さん締めていただいてお願いします。はい、フィンテックは非常に大きな可能性があって、いろんな社会的課題を解決できると思うんですけれども、圧倒的にですね、タレントが不足している業界でもありまして、多分今日、登壇しているメンバーも含めてですね、みんな、経営チームメンバーも含めて、採用頑張ってると思いますので、ぜひ、私たち、フィンテックでやろうとしていることに共感していただける方、フィンテック業界にぜひ、飛び込んでいただけたらと、ぜひ私たちウェルスナビを考えていただけたらというふうに考えております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお時間来ましたので本セッション終わりたいと思います。いろんなフィンテックの可能性もお話しいただきましたし、いつもねフィンテックといえばキャッシュレスで、だいたい小沢さんに登壇いただくというのが定番ではありましたが、違うプレイヤーが出てきているということで、日本のフィンテックも前に進んでいるということで、我々も頑張っていきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。